はい、皆様こんにちは。はじめまして。そしてご視聴ありがとうございます。オンサイトオーディオのしけもくと申します。このチャンネルでは様々なオーディオ機器のレビューを高音質なレコーディングとともに皆様にお届けしたいなというふうに思っております。目指しているのはですね、世界で一番音が良くてリアルなオーディオレビューを目指しております。どうぞよろしくお願いいたします。で、皆様、オーディオですね、ご興味ある方が、このビデオを見ていただいているのかなというふうに思うんですけども、オーディオの購入って、ちょっとだけハードル高いですよね。例えば、お店に行ってもなかなか視聴できないとかっていうこともあったりとかしますし、じゃあネットで買うぞってなっても、結局レビューを見てもですね、音がよくわかんないみたいな、ような話があるんじゃないかなというふうに思っています。やはりですね、もう百聞は一見にしかずじゃないんですけども、百聞は一聴にしかずということで、聞いていただくのが一番早い。もう当然ですね、そしていい音で聞いてみる。なるべくリアルな音で聞いてみるというような体験をこのビデオチャンネルではお届けしたいなというふうに思っております。で、今回の企画なんですけれども、第1回の企画、こちら。3万円で最高のオーディオ環境を構築するという企画でございます。主にこれからオーディオ始めてみたいなという方にですね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思っているんですけども、3万円の根拠をですね、今 YouTube なんかですごくいいコンテンツがあって、私も The First Take とか見ていて、ものすごくいいなと思うんですけども、だいたい3万円ぐらい、払っていただければ、めちゃめちゃいい音で、そしてめちゃめちゃ楽しく、そしてめちゃめちゃ感動する音楽を聞くことができます。だいたい費用の目安としては、スピーカーが 1.5 万円ですね。そして、アンプが 1.5 万円と。そして総額3万円ぐらいが目安。これぐらい払っていただければ、オーディオの第一歩目としては、十分な、ものを手に入れることができるということで、3万円という設定をしております。ちなみにですね、これから私、いろんな機材のレビューをさせていただきたいなと思っていて、アンプでだいたい十何個ぐらい、スピーカーでも十何個ぐらい、ダックもたくさん持っていますね。これ全部、自腹で、やらさせていただいて、レコーディング環境も全部自腹ということでですね、別に特に何かを PR したいというわけではなく、ぜひ皆様ですね、オーディオ興味を持っていただいている皆様、あるいは物を買われることを検討されている皆様の役に立てればなということで、こちらのチャンネルを届けていければなというふうに思っています。はい、で今回まず前編ということでスピーカー6機種揃えております。読み上げますと、デノンの SC-M41、そしてフォステックスの P804S、そして JBL のステージ A120、そしてケンウッドの LSNA7、そしてソニーの SSCS5、そして最後にヤマハの NSBP182 という6機種でございます。こちらなんでこの6機種にしたかと言いますと、すべてブックシェルフ型で、サイズがなるべくコンパクトなものということがまず一つですね。これは設置条件、いろんな方の環境あるかと思うんですけども、なるべくどんな方でも使えるように設置環境を選ばないようなものというところが一つでございます。で、二つ目が当然価格ですね。基本的にはこれ全部1万円から2万円いかないぐらいのレンジで揃えています。先ほど言ったように3万円以内というような制約を設けておりますので、この6機種を選んだという形になります。では、いろいろとお話をいたしましたが、百聞は一見にしかずではないんですけども、百聞は一聴にしかずというんですかね。聞いてみていただくのが一番早いと思います。なるべくですね、高音質な環境で、それぞれのスピーカーの違いも分かるようにですね、レコーディングさせていただいているかなと思いますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。それではまず1機種目のですね、デノンの SCM41、聞いていただければと思います。どうぞ。My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions.It's like I finally noticed I've been set free, I've been set free I spent a lifetime running Fearing what I'd become if I Stopped playing goalie on all of my thoughts, yeah Speaking out straight from my heart, but now I see But now I seeOh, I see this love is taking over Breaking through my chest and overflowing With every single beat it pulls me closer Closer to you I'm never gonna hold back being someone to lean on I'll always be that 2 a.m. phone callSoldier, my heart.
はい、デノンの SCM41 いかがでしたでしょうか。まあ、一言で言うと、やばい。価格破壊やばい。マジでめっちゃいい。特にこの機種って中音とか高音が結構こう解像度が良くてクリアでバッてきてすごくいいんですけども、これ何があれって、これ1ペアで1万円ちょっとなんですよ。一番安いんですよね、今回の比較対象で。この質ってマジですごいですね。まあ、弱点は2つぐらいあるのかなと。1つは低音がちょっと量感とか質感が少し不足してますね。低音の量っていうのがやっぱちょっと足りないのと、緩さみたいなのは感じられますね。あとは、外観がちょっと安っぽいんですよね。まあ正直に言うと。まあ安いんでしょうがないんですけど。まあ、ただ、そのあたりをあまり気にされなくて、安くて音がいいものがいいっていう方であれば、これかなりいいチョイスになるんじゃないかなと思いますね。本当にすごくいいなと思いますね。はい。ではじゃあ次の機種に行きましょう。My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. It's like I finally noticed. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stop playing. On all of my thoughts, yeah. Speaking out straight from my heart, but now I see. But now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you. Try to sleep, but you're deep in my mind. Gotta hold.
はい、フォステックス PS804S いかがでしたでしょうか。このスピーカーの特徴としては、音の中域がすごく魅力的なんですよね。特にボーカルの帯域みたいなものがかなりしっかりと出ていて、しかも定位がかなり真ん中にバシッと決まってるんですよ。何言いたいかというと、ボーカルがものすごく綺麗に聞こえるんですよね。そして、高域もキラキラ出ているので、特に歌物なんかにはものすごくいいんじゃないかなと思います。ただ、一個を言うとすると、最低域レベルですよね。低音の、低いところっていうのはちょっと出ていなかったりとかするので、キックとかベースなんかのラインはすごくですねタイトに聞こえるんですけども、ズーンと沈むような音っていうのは少し出ていないと。ただ先も言いましたが、歌物を聞くにはものすごく定位もバシッと決まっていて、しかも中域はリッチなのですごく楽しく聴けるんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは次の機種いきましょう。My heart's been ripped wide openSo many mixed emotions. It's like I finally noticed. I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stop playing goalie on all of my thoughts. Yeah, speaking out straight from my heart, but now I see.Now I see, oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you.JBL ステージ A120 いかがでしたでしょうか。一言で言うとめちゃくちゃ楽しい、やばい、超楽しく聴けるスピーカーなんですよねこれ。何かポイントかっていうと、一番は特に中低域がすごくリッチに出ていて、すごい音が厚いんですよね。で、かといって高音が出ていないわけでもなくて、しっかりと高い音を聞かせるというところですよね。低音を出しすぎると結構回っちゃったりとか制御しきれない場合もあるんですけども、これきっちりと制御できていて、本当そこら辺のバランスはすごくいいなと思います。結果として、ものすごく音をですね、迫力があって楽しく聞けるスピーカーなんじゃないかなと思います。向いてる音楽としてはギターロック系とか、あるいは打ち込みの EDM なんかですかね、というところについてはすごくズマ抜けて楽しくですね聴けるんじゃないかなと思います。はい、じゃあそれでは次の機種いきましょう。 My heart's been ripped wide open So many mixed emotions It's like I finally noticed I've been set free,
I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stopped playing goalie on all of my thoughts. Yeah. Speaking out straight from my heart, but now I see. But now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you. ケンウと LS-NA7 いかがでしたでしょうか。このスピーカーの特徴、一番はですね、もうとにかく小さいこと。他のスピーカーの、大体半分以下ですよね。ものすごくコンパクトで、サイズ的な制約、っていうのがある方にはもうこのチョイスしかないんじゃないかなっていうぐらい、ものすごくコンパクトなスピーカーです。で、かといって音が悪いかっていうと全然そんなことなくて、中音とか高音っていうのはしっかりとクリアに出てるんですよね。サイズなりなので低音っていうのはどうしても限界があって、少し箱なり感とかペコペコ感っていうのがあったりとかするんですけども、本当にコンパクトな場所、設置に制約があるような場所で、でもいい音で聞きたいみたいなニーズに関してはかなりしっかりと答えられているような製品なんじゃないかなというふうに思っています。はい、では次の機種いきましょう。 My heart's been ripped wide open, so many mixed emotions. It's like I finally noticed I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stopped playing goalie on all of my thoughts. Yeah. Speaking out straight from my heart, but now I see. But now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you. Been ripping wide open.
talking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. はい、ソニーの SSCS5 いかがでしたでしょうか。まあ、一言で言うとこれもうやばい、マジでやばい。1万5000円でこれとかやってらんねえんじゃないかなっていうぐらいやばい。あの本当にフルレンジで、あの上から下までものすごくきっちり綺麗に出るんですよ。下の低いところまでこうズーンとですね、あの深い鳴り方がしますし、高いところも 3way ですから、すごくきらびやかに出るんですよね。解像度も高いと。だからまあハイファイ的というかハイレゾ的というか、最近の音楽ソースなんかにはものすごく綺麗に鳴らす、あのいいスピーカーだなというふうに思います。だ反面弱点と言いましょうか、まあ、あのちょっとケチをつけると2つあって、1つはちょっとでかいんですよ。特に、まあ、奥行きはないですけど、高さがあるので、もしかしたら場合によっては設置関係があるかもしれない。でもう一つが、かなりデジタル的というか、ハイファイ的というか、ハイレゾ的な鳴り方をするので、もしかしたら、古いというか、音が悪い録音ソースを綺麗に鳴らすというよりかは、もうそのまま鳴らしてしまうので、もしかしたら、そういったアラサーみたいなものが出てしまうような音源っていうのは、もしかしたらあるのかもしれないですね。まあ、とはいえ、最近の音楽には、ものすごく綺麗に気持ちよく聴けるいいスピーカーなんじゃないかなというふうに思います。では次行きましょう。My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. It's like I finally noticed. I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stopped playing. On all of my thoughts, yeah. Speaking out straight from my heart, but now I see. But now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you. ヤマハ NSBP182 いかがでしたでしょうか。
このスピーカーもものすごく良くて、フルレンジですね、先ほどのソニーと同じく高いところから低いところまできっちりかなりレンジ感を持って出してくれる、まあ、そして音の分離、まあ、中域、高域、低域、音の分離が良くてかなりよく聞こえます。で、低域もしっかりと出ていて、一番低い音は、まあ、少しだけ回る感じがするんですけども、聞くぐらいの低域ですと、まあ、しっかりとタイトに出てくるということで、まあ、本当にオールラウンドにフラットに聞けるようなスピーカーなのかなというふうに思います。で、先ほどのソニーの言っていたまあ、ちょっと古い音源とか荒い音源はそのまま出してしまうんじゃないかっていうところを言ったんですけども、このヤマハの場合は全然そんなことはなくて、少し悪めの音源でもきちんと綺麗に鳴らしてくれる、まあ、いい音で鳴らしてくれるというようなスピーカーなんじゃないかなと思います。で、あともう一ついいのが、足がもともとついてて、インシュレーターとかかまさなくてもいいっていうのはすごく楽でいいですよね。設置環境みたいなものもあんまり選ばないというようなことかなと思っています。で、一つだけ、これ完全にイチャモンに近いんですけども、言うとすると、フラットオールラウンダーすぎて、なんかちょっとこう特徴がなくて面白くないかなっていう方がもしかしたらいらっしゃるのかもしれません。まあ、ただ一台あれば本当にいろいろ対応できるスピーカーだなというところで、まあいいスピーカーなんじゃないかなというふうに思います。はい、皆様、スピーカーの機種聞き比べいかがでしたでしょうか。まあ、レコーディングでですね、聞き比べることができた違いが分かったっていうふうに、まあ、思っていただければすごく嬉しいですし、まあ、私のレビューのコメントもですね、皆様の参考になれば、まあ、非常に嬉しいなというふうに思っています。で、まあ、正直に申し上げますと、これどれ買っても多分後悔しないです。というか、1万円から2万円のレンジで今回揃えてるんですけども、マジで価格破壊起きすぎ。いや、本当にこの価格でこんなに音良くていいのっていうぐらい、どの機種も、まあ、すごくいい音だなというふうに思いました。まあ、ただその中で、あえて、まあ、私が選ぶとすると、まあ、選ぶとすると全部買ってるんですけど、私が選ぶとするとっていうところで言いますと、こちらですね、ソニー SSCS5、まあ、私としてはこれを一番選べるのかなというふうに思ってます。まあ、理由としては、フルレンジでもうすごい低い音から高い音まできっちり出てくる。まあ、で、結構クールな感じなんですけれども、そのあたりのスピード感を含めて、個人的には結構好みだなというふうに思いました。まあ、ただ、例えば JBL のステージ A120 なんかは、まあ、低音から中音がしっかりと厚みがあって聞いていてめちゃくちゃ楽しく聞けますし、あるいはヤマハの NSBP182 なんかも、これもすごくフラットでフルレンジで出ていて音源ソース選ばないというようなオールラウンダーさみたいなものをすごく魅力的だと思いますし、まあ、これはですね、まあ、皆様の好みも含まれて選んでいただければいいのかなというふうに思っていますが、まあ、参考になれば幸いかなというふうに思っています。ということで、今回スピーカー編をお届けさせていただきましたが、次回はですね、アンプ編ということで、こちらも大体1万円5千円以下ぐらいまでのレンジで7機種ですね、計7機種の比較というものをさせていただければなというふうに思っていますので、ぜひ次もご視聴いただければなと思っています。それではですね、この動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしですね、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、そしていいねボタン押していただければと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら、ありがとうございます。